はい、こんにちは。こんにちは。日本橋経済新聞二藤です。あやこです。大丈夫ですか？いろいろとご迷惑をおかけいたしましたが、やっと歩いてたどり着きました。たどり着けるようになったということでですね、うん、いや地獄茶会、はい、私も、うん、参加させていただきまして、ありがとうございます。非常にあの内容の濃い、うんうん、私はなんか煮え湯を飲まされ、さらに舌まで抜かれると、そんなことがあったんですか？ということがありまして、お茶会にしながらなんてこと、お茶会のなのにね、うん、あの地獄を垣間見た感じですけども、何人ぐらい参加されたんですか？270名。ああ、当初1日108名の2日間と、うん、3日目は3席目までなので結構限定があったんですけど、予約というかキャンセル待ちの方が100名以上。う、ね、うん、今年はあの海老蔵さんは来なかったの？海老蔵さん京都にいらしたらしいですよ。京都だったんだからかどうかは存じませんが、はい、うん、次はいつですか？まあ地獄はテーマがお正月なので、うん、来年のお正月なのか鎌開きの7月か8月なのか、まあいかんせん準備がね、大変ですね。大変なので、あ、すごい凝ってね、まあ、あの、うん、お茶あのお茶もすごかったね。あれゲストでね、うん、お越しいただいた穂高隆二さんの、穂高さんの、ね、うん、作品素晴らしかったですね。はい、ぜひもう結構あの、うん、リピーターが多いんじゃないですか？そうですね、リピーターのお客様がお友達にご紹介いただいて、うん、お友達が初めてこうご自身でいらっしゃるとか、うん、ご自身もリピーターでお越しくださる方とか、バリバリお茶の会のつもりで来てる人とか隣座ってたり、いらっしゃいます、いらっしゃいます。なんかちゃんと返しとかちゃんと持ってさ、うん、あの服装の質問とかね、あ、そうそうそう、うん、と面食らってたけどね。あれはあれで間違いなと思いながら、あえて内容を事前に説明しご案内しないっていうのがいいですね、うん、ですね、本当に、うん、ぜひまたね、はい、年に一度と言わず二度三度と、うんうん、大変ですけどもやっていただければと思いますけど、ね、ありがとうございます。じゃあ今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、今週は何本でしょうか？3本。お、はい、挫折、うん、本当4本だったんですけども、挫折したの。今日あのあげます1本ね、三越さんであの、うん、ポップケーキの販売、ポップケーキ、うん、あの、鈴木さんってね、うんうん、鈴木美穂さんと美穂パンっていう、あのこの間来てくださった、そうそう、スイーツアーティストの人の、うんうん、ポップアップショップが三越に上がってきまして、15日までなんですけど、うんうん、まあ、ホワイトデー向けにね、うんうん、なで行ってきまして取材してきたんですけど、記事を書くちょっと余裕がなくて15日までなので今日アップしないとまずいなと思いながらですね、うん、はい、もうね、明後日ですもんね。明後日だもんね。頑張って編集長、うん、はい、はいはい、頑張ります、うん、はい、あ、まず1本目、うん、東京駅一番街にガールズコレクション、ガールズコレクション、ディズニーの女子キャラを集めると、エルザとかいう、そうですそうです、うんうん、でね、あの、東京駅一番街の東京キャラクターストリートのイベントスペース一番プラザに3月2日ディズニーアニバーサリーガールズコレクションが期間限定でオープンしたと、運営はキディランド、3月14日のホワイトデーに向けて企画した同展ミニーマウスをはじめ、デジーダックやクラリス、マリー、ディズニープリンセスなどディズニーの女の子キャラクターを中心に、限定商品やギフト商品のラインナップを揃えると。同スペースではポップアップショップを定期的に展開する同社だが、うんうん、ディズニーの女の子キャラクターだけを集めた店は今回が初めてと、オープン側は若い女性を中心にディズニーファンが集まっている、うん、ディズニーキャラクターの女子会のような雰囲気で可愛い商品が揃っているので、ぜひね、女子に人気の高いアイテムなどね、ホワイトデーのプレゼントに悩んでる男性におすすめですと。じゃあ女子が行くんじゃなくて男性が行く、うん、でも ほぼ女子や
行ったら。なんかそんな気がする、うん、お客さん女子、しかもさっきの編集長の、あの解説で初めて知ったのですが、はい、ドナルドダックのハニーってデジっていうの？デジーダックって知らなかった。デジーダックってなって知らなかった。そんな知らないな別に、うん、まあでも、あのそういうね、女子キャラを集めてね、こんな感じでね。あ、本当だ、そうそうそう、あのということで、女の子同士があの友チョコとかのお菓子とか、ね、はい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 、だから男女っていうよりもなんか、あのお友達同士のという、あるいは自分買いのチョコレートってのも最近入ってますけど、ホワイトデーは自分にプレゼントっていうことなのでしょう。営業時間は10時から20時30分まで、最終日は18時まで、16日までやってますという。16日までです。水曜日までですね、これはキーホルダー、チョコレート、これキーホルダー、なかなかプリティーな、デイジーもね、デイジーね、もう一個、はい、はい、日本橋で南三陸町初の地酒、オラ酒試飲会、オラ酒、若い力が被災伝で米作りから挑戦、日本橋と被災地をつなぐ交流カフェ渡す日本橋で、3月8日南三陸の地酒オラ酒の試飲会、試飲交流会が行われたと、はい、オラ酒と南三陸オスバデマリアージュっていう、オスバデマリアージュ、オスバっていうのはね、あのおつまみのことを南三陸ではオスバというそうです。主催は南三陸応援団事務局ということで、私も一応南三陸応援団の会員番号135番、135番、結構若い会員なんですけどね、入ってるんですけども、もともと日本酒の醸造文化がなかったって、これ言い過ぎな、なかったという南三陸町、地域の水田で育った酒米で米作りを行い、町づくりにつなげようと、南三陸復興推進ネットワークが2014年に南三陸オラホの酒作りプロジェクトをスタートしたと。ほう、オラホ、オラホ、オラホってのはオラホ、私の家の方とかね、私、オラッチの方みたいな、オラッチの、俺たちのっていう意味です。プロジェクト担当の中村カレンちゃんね、カレンさん、はい、札幌出身です。3人写ってる写真だから、あ、これこれこれ、真ん中の子がなかなかのね、あのべっぴんさんですけども、カレンさんですね。カレンちゃんが、ね、札幌出身で、学生時代のボランティアのご縁で卒業後、そのこの町づくりネット、南三陸復興推進ネットワークに、所属して、去年の4月から、南三陸初となる酒造りに取り組んでいるということで、土造りからね、こう田んぼをこう、そうそうそう、全部されてるという感じ、地元に知り合いもなく、酒造りはもちろん農作業は全く初めてというね、しかしこのネットワークも無茶しようなこと、こんな学校出たばっかの女の子にさやらすっていうのをやっちゃったんですよ。やっちゃったんですよ。田植えからね、あの酒税の申告まで、事務仕事から野良仕事まで、すごい。で、あの、やはり津波をかぶったその塩分の高いね、あの水田って小石だらけでね、一応あの国のなんかサポートでその土の入れ替えはするんだけど、全然ダメなんですって。で、あの地元のプロの農家の人もね、ちょっとって言って、その一切、あの米作りしなかったんだけども、まあ、素人の恐ろしさというかさ、でボランティアが100人ぐらい手伝ってくれたって言うんだけどね、で協力を得て農作業を進めていくうちに、地元の農家も、見るに見かねて手伝ってくれたっていう。でもすごい、でね、苗を発注済みだったんだって、で食べしようと思ったらまだ小石だらけで、機械でそのあの田んぼをこう耕すんだけど、耕すとか、まあ、その、あの整地するんだけど、その機械が壊れるっつってね、機械貸してくれなかったんだって、機械屋さん。でもそうでしょうね、きっと瓦礫とかいろんなものが混在してるから、それを、まあ、瓦礫とかは撤去したんだけど、まだ小石とか結構ね、石ころが結構あって、でそれをみんなで手で拾ったり、あるいはあの、ネットワークで中古のそういう整地の機械を、機材を買ってやってたら、まあそれを遠目でこう見てたね、近所の農家のじいちゃんばあちゃんが「ダメだそんなことで」とか言ってさ、かっこいい。で最後は全部やってくれたんだって。わー、いいなー。でそういう話をしてまして。
初年度は65アールの土地に作付けし、うんうん、収穫した一目惚れは、うん、被害の少なかった内陸部の上町、中油酒造店、うんうん、の協力を得て3000本の特別、純米酒搾りたて生原酒となったと。でこれも即完売したそうです。で2年目となる今年は3000本に加え、うん、さらに3品種を追加するとい うことで、うん、試飲に提供された裏酒は、うん、淡麗ちょい甘口癖の少ない飲み口の良い純米酒と、うん、まさにオラホの酒ですね。そうそうそう、うん、5号瓶がまあ2000円と高いんですけどね、うんうん、去年は2500円だったからちょっと値下げしたそうです。うーん、ちょっと安定してきたということでしょうね。そうそうそう、新交流会には南三陸を応援する応援団員20人が集まり、うん、2年目のオラ酒の、淡麗甘口の味に舌包みを打っていたということで、南三陸の支援を続けている、うん、妻に誘われて参加したという、うん、あの夫婦でね、菊池さん夫婦が参加して、これ2人ね、あ奥さんがもうボランティア、うん、同じ会社なんですけども、うんうん、あの NEC の関連会社なんですけども、はいはい、うん、奥さんがもう南三陸にしょっちゅう通ってて、で旦那がしょうがないなって言って今一緒にでね、妻を支えることが被災地を支えることになると思ったら、うん、ということを、ね、うん、菊池さんおっしゃってましたけど、大事ですよね、はい、だってどんなにしたいと思ってもご家庭の中でね、そうそう、いやそれはってなったらできないことだから、菊池さん、ね、かっこいい。オラ酒は去年に比べてだいぶ美味しくなったということで、ね、この成長を持っていきたいというふうにお話ししてました。あと 1分切っちゃった。もうこれででも3本いきましたね。もう1本3本あら、なんと失礼いたしました。高島屋で奇跡のピアノコンサート復興支援アーティストが共演ということで、うん、卒業式、まあ、被災と 3.11 の日が卒業式でね、その日にピアノで、まあ、卒業式で使われたピアノが、ね、流されちゃったんですけど、それを、ね、復興させたというのが、あの調律師の、ね、遠藤さんという方が、うん、でそのピアノ、奇跡のピアノっていうんですけども、その奇跡のピアノを、まあ、高島屋のあの1階ホールにやって、そこでみんなでね、あのコンサートをやってるということで、これ水曜日までやった、火曜日までか、火曜日まで、火曜日まで多いですね、15日までやってますので、ぜひ行ってあげてください、うん、時間帯とかはあるんですか。ね、2時と4時、2時と4時、はい、ね、間違わないように2時と4時です、はい、ということで、はい、ということで、今日はですね、ゲストとして、NPO 法人若者メンタルサポート協会、はい、若者メンタルサポート協会、はい、の岡田沙織さん、はい、よろしくお越しいただいております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。先日日本橋クラブでちょっとお見えになりまして、はい、いろいろお話聞いたら、ぜひね、ラジオ出て、うん、話しかしてくださいという話で急遽お越しいただくことになりまして、はいはい、どういった活動を。ですね、もともと私自身がブログにこう心が楽になるメッセージを発信しながら、生い立ちをおまけで綴ってて、うん、結構こう皆さんがヘビーという生い立ちでして、うん、でそこに携帯のメールアドレスを書いて、誰でも同じように悩んでる子がいたらメールちょうだいねっていうのを4年前に細々と始めた活動だったんですけれど、うん、悩みがこうどんどん来るようになって、うん、去年 NPO 法人として設立させていただいて活動してるんですが、うん、基本的にそのリストカットとか飛行とか薬物とか結構幅広いんですけれど、うん、もう自分なんかいなくなればいいっていう、うん、そういった子たちの無料相談と、うん、まあ、心のメンタルケアサポートと、うん、あと発達障害の支援をしていますっていう団体です、うんうん、はい。今まで何人ぐらいの、何日、これ数えたことないですけど、うん、でももうよ、ね、メールだけの子ももちろんいれば、うん、今日もそうなんですけど会う子もいて、うん、まあ、何百人とかですかね、うん、はい、みんなね孤立して。そうなんですよ、うん、ね、ネット社会というか人のつながりが希薄、まあ、ネットがなくても希薄になっちゃうのかな、うん、そういうことで、まあ、人に言える環境が少ないのかな。
でもまあネットってね、私ね、はい、まあ、一応心の問題を私もやってるんですけど、はい、すごく怖いなと思うのが、うん、割とこう顔を見ずにやってしまうところで相手の状況ってわからないでしょ、うん、それが本当か違うかというのもわからない状況で、うん、バッとこう発信しちゃったりすると、うん、例えばあの私はうつの女の子とか見てる時に、彼女が一言発信をすると、もうみんながかわいそうね、かわいそうね、大丈夫よって、私もそうだったわとか、こういろんなことを言っちゃうのが逆効果になる。だってそれ本当は違うでしょ、ということをもう自分を作り出してこうやってしまうことに対して、みんなが賛同してしまうから、そうなの、私はかわいそうなのって、どんどん負のスパイラルになっていくというのを見たことがあって、今そのメールでね、はい、されてるというのを聞いた時に、はい、あ、これはすごいなというのをちょっと思ったりもしたんですけど、そうですね、結構あの夜中にやっぱり切っちゃったとか、切りたいっていうのが一番多いんですけど、私結構声を大にして言ってるのが、私の時代ってこう非行みたいな、そういう子が、あと、まあ、からさまに虐待受けて非行っていう子が多かったんですけど、今本当に普通のうちのこうお父さんもいて、お母さんもいて、だけど仲が悪くて全然構ってくれなくてとか、勉強ばっかりで、ダメな私はダメなんだみたいな、普通の子が本当に多いですね。でそれをやっぱり大人の人たちに伝えていきたいのと、その生きづらさを感じている発達障害もそうなんですけどね、なんかそこで私自身がこう経験を通して、私みたいのも勝手笑って生きてるんだし、ちょっとこう何でしょう、乗り越えたわけではなくて、ちょっと階段を先登ってる私だったり、同じ当事者で乗り越えた人たちが、ちょっと一つ階段登ってる人たちが、あの、大丈夫だよ、こっちだよって、分かる分かるっていうだけでいいと思っていて、なんかなんでこうすごいですねみたいに言われるんですけど、別に私大したことしてなくて、あれは死にたいじゃなくて生きたいだから重たくもないし、ただ分かるよ、大丈夫大丈夫って言っているだけというか、それで彼らがこう一人で勝手にこう自分を癒して成長していくのを見ているっていうか、まあ単純にこうゴールとしては当たり前の幸せをこう感じてもらえる大人になってくれたらいいなっていうのが、うちの教会としてのゴールというか目的なんですけれど、あの発達障害っておっしゃったんだけれども、教会での子どもたちというのを見てらっしゃったりします、ですね、なんでそもそも発達障害をやってるかっていうか、私がそのアスペルガー症候群って言われるものを持っていて、で本当に激しくこう生きづらさを感じてきたんですね。で、あ、多分知らずに大人になってる人かなりいるって、でも自分がおかしいんだじゃなくて、そういうものがあって、ただこう理解してもらえるだけで自分の取説が言えて、なおかつこう相手の人にも歩み寄りなんですけどね、開き直りでもなくそこのこう生き方をこういろんな人とディスカッションしながら、こうやってやると分かってもらえたよみたいな、その障害をどうにかしますとかではなくて、ちょっとみんなで毎月勉強会もしてるんですけど、こうやってやったら分かってもらえたとか、こういう時困ったけどどうしたらいいっていうのをこう当事者同士とかご家族持ってる人でもっとこう気軽に集まれる場を作りたいっていうのがもともとなので、これからいろんなパターンが出てくると思うんですけど、一応教会にもあの臨床心理士さん専門家を入れないといけないと思って、発達障害専門の臨床心理士さんに理事で入ってもらったりっていうのをしながら、なるべくこう当事者の声を集めたいとか、私自身もそうですし、なので若者も発達障害の人たちもこう今それで苦しんでたけどちょっと頑張ってる人とかに、こういろんな人たちとこう居場所を作りたいというのが一番のメインの活動ですね。とにかく心の居場所、体の居場所を作りたいっていうのをひたすら発信しています。なるほど、はい、いやもう本当にね、すごく大変なことだと思うんです。それであの NPO ということは全部無料で、はい、そうです、されてて、この後もすぐ駆けつけておっしゃってたけれども、なぜその教会例とか伺ったかというと、リストカットってさっきおっしゃったでしょ、そういうのってやっぱり24時間ないじゃないですか。ないですね。でもいきなりもう死にたいとかメッセージが来るわけでしょ、という時にその仕事でやってても多分すごく辛いと思うんですよね。で、あの基本的にそのカウンセリングというのは、その時間だけ、でプライベートは公開しないとやっていても、やっぱりあのメッセージが来ちゃったりとかという場合に本当に困るという症状じゃなくて状況が起きるんだけれども、岡田さんの場合はもう本当に何か相談があったらメールくださいっていうふうに書いていらっしゃると、本当に不特定多数の方からいろんなこう、それこそ
待ったなし、うん、はい、真夜中の2時ぐらいにもう死にたいですとかっていうのとかって結構あったりします、はい、ありますね、夕べも、うん、ただこう、うん、もちろんすぐ返事できない時もあるしっていうのも理解してくれる子で、大丈夫ですって言われた時で、ただやっぱ聞いてくれる人がいるだけで違うって、うん、でなるべく移動中とか返せる時は返しているので、うん、みんななんかそんな返さないことを何か言う子たちって意外にいなくて、うん、ただ私本当に好きでやっていて、そう、もうなんか本当に魂がやりたいって言ってやってる活動なので、それに対してはむしろ何か大変とかは一切逆に思わなくて、まあその岡田さんのまあ心出すところがそういう人を助けるっていうところなんですかね、これね、言いたいほど分かるし、もうちょっとこう考えると楽になるんだけどなっていうのをうまく伝えていけたらいいなっていう。なるほど、そうなんですよね。あ、メキシのメンバーいっぱいいるね、共通の意識っていうのと思う。なるほどなるほど、今日下でもやってますけどね、その鏡千佳子さん、うんうんうん、いやだからね、その心の問題を24時間不特定多数にオープンにしてらっしゃるってどういうのかなっていうのが今日は実はすごくこう興味があって、さっきから伺ってしまってるわけなんですけれども、はい、基本的にはそのノーと言えない、はい、状況だと思うんですけど、はい、今までの中ですごく大変だった例と、うん、すごく嬉しかった例を一つずつ、はい、むしろ嬉しい例はたくさんあって、うん、まあ、この間もいつもメールくれる子が、うん、私がその全部過去を赤裸々に書いてるので、うん、読んだよって、でなんかこう本当は沙織さんだって辛い時あるでしょって、うん、そんな時はこう私に言いなよみたいな、うん、逆にそうなんか支え合おうみたいな、うん、なんか、うん、私ももちろん泣く時もあるので、うん、そういう時は私にいいなみたいな、うん、そう、辛いでしょ自分ばっかり聞いて、うん、みたいな、こう、あ、逆にお姉ちゃんみたいになってくれた高校生の子とか、うん、なんかそういうのすごい嬉しいですね、うん、なんかこう沙織さんのおかげでって言われるより沙織さんの気持ち私分かるよって、うん、あ、やっぱそういう言葉をかけてくれると やっててよかったなって思いますね、うん、大変なことってあんまりないです、うん、あの地方の子が多いとなかなか会いに行けないもどかしさが一番大変ですね、うん、あと本当だって今言って、ね、抱きしめてあげたいけど、うん、鳥かとか、うん、抱きしめるのって大事ですよね。そう大事ですね、うん、それができれば一番いいのにって思います、うんうん、そう、うん、でもすごいね、本当に偉いなと、ね、うんうん、ちょっと CM 入っちゃうんで、うん、さて後半戦もその辺の最終の後半戦に大事なお話でもね、ありがとうございます、うん、なんとこのさっきのそうオラホ酒、オラホの酒のカレンちゃんが作ったお米、うんうん、この間聞いてびっくりしました。1キロ、うん、なんと300円って、ね、なんと、もうちょっと、ね、一生懸命ね土から作って、うん、でも復興させて札幌から移住して頑張ったカレンちゃんのお酒が、お酒とお米が一目惚れ、無農薬だよ無農薬、うん、300円もう300円です。これはどちらかで買えるんですか。これはね、うん、買えます、買えます。あの南三陸 の、 あの観光協会、うんうん、日本橋経済新聞の方でね、あの、うん、復興支援ネットワークだ、南三陸見ていただいてね、うん、リンク貼ってますから、あの記事からそこで買えるはずです、はい、ただ数量限定、そんな作ってないからね。よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、土を耕すということから考えると、岡田さんのね、はい、していらっしゃることも心をこう一つ一つ固まったものをこう耕して、そうですね、心を耕してこうどんどん種をまいて、うん、で沙織さんに言ってもらえるとってこう芽吹いて、それがまたこうみんなこう守るようなね、うん、活動ですよね。そうですね、うん、今後のなんか活動とか、格付きで支援者さんの集まっていただいて交流会をしていて、そこで活動の報告とかもさせていただいてるんですけど、今月ちょうど来週の3月20日にお昼からですけど代官山でイベントがありますので、はい、いろいろ、まあ、協会名もそうですけど岡田沙織で検索していただければもろもろ、はい、それは誰でも自由に参加です、はい、もちろんです、はい、活動報告
くしてほしいですね。やっぱり人は誰かのためになるっていうね、うん、誰かの役に立つっていうことでやっぱり自分自身を肯定できて生きていけるって力つけられるっていうのがあるから、うんうん、そうですね。ちょうど、うん、その回で3年前に施設で会った女の子、養女にして娘にした子も若者代表で話をしてくれたり、うん、結構それが一番みんな感動するみたいで、うん、そういう回ですね、うん、交流しつつ、うん、ぜひ、3月20日、はい、3月20日大観山で、大観山でということですね、はい、うん、これは検索をすればすぐに分かる。はい、そうですね、うん、何時から何時ぐらい、今回はお昼、いつも夜なんですけど、うん、お昼の13時から13時から、はい、まで、フェイスブックなどでこう検索してメッセージいただければと思います。ぜひ、うん、まあ、今週もね、無事にとりあえず、まあ、藤本さん無事復帰ということでおめでとうございます。ありがとうございます。小川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。